今日のキックオフ広島、海外リーグ挑戦を前提にチームからの離脱を発表した河村拓夢選手。広島でのラストマッチは気迫あふれるプレーを見せてくれました。キックオフ広島。明治安田と J リーグのパートナーシップ提携10周年記念マッチとして行われた J1 リーグ第18節東京ヴェルディ戦。海外クラブへの移籍を前提にチームからの離脱が発表された河村にとってのサンフレッチェラストマッチ。試合は開始早々動きます。前半2分、フリーキックのクリアボールを加藤が豪快ボレー。直近5試合で4得点。浩二さん、加藤選手勢いに乗ってきましたね。まあ、本来の調子に戻ってきましたよね。まあ、このフリーキックの、まあ、セカンドボールへの、まあ、その嗅覚といいますか、はい、まあ、ここにこぼれてくるだろうなっていうところにポジションを取って、あとはね、しっかりと決め切りましたね。見事なボレーシュートでした。25分、新井のコーナーキックにピエロス、うん、こぼれ球は川村の元へ。いや、決めたかったね。しかし、うん、キーパーの好セーブに阻まれ得点とはなりません。1点をリードし迎えた後半2分、コーナーキックのチャンスを得ると合わせたのはピエロス、うん。まあ、この開始早々の後半のね、ゴールがやはりこの勝敗を分けたポイントになったかなと思いますし、うん、はい、まあ、東俊輝選手のクロスもコーナーキックもね、見事でした、うん。17分、大迫のロングボールを加藤がこのスーパートラップ。すごい。ラストパスをピエロスがきっちり流し込み追加点、うん。その後は川村も気迫のこもったディフェンスを見せるなど、守備でもヴェルディを圧倒。川村のラストマッチを最高の形で終えたサンフレッチェ。広島で生まれ育った選手が世界へ。期待を背負って羽ばたく若武者の今後に注目です。こんばんは。こんばんは。キックオフ広島です。浩二さん、はい、河村選手のラストマッチを快勝で終えました。まあ、河村選手見てて、うん、かっこよかったですね、はい、本当にかっこよかったですし、うん、まあ、チームメートも、まあ、河村選手を、ね、しっかり後押しして、本当にこう勝利に向かってね、うん、まあ、チーム全員で、ね、しっかりと戦えて、本当に、ね、いい形で勝利できたんじゃないかなと思います、うん、はい。試合の中でも河村選手の球際の強さだったりとか、うん、ゴール前の部分、はい、いいところたくさん出てましたね。いや、気持ち入ってたと思います、はい。まあ、本当にこう守備面だけではなくて、うん、まあ、前半ね、はい、セットプレーから このね、こぼれ球を、ね、拾って、まあ、これはね、本人にとっても決めたかったと思いますけど、はい、まあ、本当に、ね、気持ち入った90分間だったかなと思います、うん。河村選手はアカデミー出身ということで、はい、浩二さん、若い時から見てきたと思うんですけども、うん、はい、最初の印象ってどんな感じでしたか？いや、もう本当入団当初はなんかこう気弱そうというか、あまりまだこう自信を持ってプレーできていなかったかなと思いますけど、まあ、どんどんね、こう成長して、まあ、レンタルも経験して、どんどんこう、まあ、自信をつけてね、本当にこうたくましくなったなと思います、うん。今となっては日本を代表する選手になりましたが、はい、試合後河村選手のチャントが鳴り響いていて、河村選手は深々とお辞儀をしていました、うん。いかに愛されていたかが分かる光景でしたね。まあ、本当にサンフレッチェの今中心選手で、まあ、ビジュアルも良くて、まあね、本当にこう広島を、ね、本人も愛してますし、はい、まあ、本当に愛される、まあ、素晴らしい選手かなと思いますね、はい。そして河村選手は試合後にこのようにコメントしていました、うん。スキッペ監督じゃなかったら、うん、今の自分はいないと思う。監督からも最後まで戦ってほしいという言葉をもらい、試合に出る決意を固めた、うん。小さい頃からこのクラブでプロになりたいと夢や希望を持ちながら試合を見て育ってきた、うん。広島で J リーグを優勝するという夢は変わらないので、海外で活躍して最後に戻ってきて
このチームを勝たせられる選手になりたい。厳しいことも多いと思うが、簡単に帰ってくるつもりはないので、必死にもがいて、またこのクラブからオファーをもらえるような活躍をしたいとコメント。うん、移籍への覚悟と広島への愛を感じるメッセージでしたけど、はい、最後、河村選手にメッセージをお願いします。まあ、本当に新しい環境に飛び込んで、いろいろ苦労はあると思いますけど、うん、まあ、本当に匠らしくね、はい、本当にこう戦ってもらいたいですし、まあ、世界で活躍する、ね、選手に、まあ、成長して、またね、広島でプレーする姿を、まあ、見たいなと思います。そうですね、はい、でそんな河村選手も出場した先週の日本代表戦、浩司さんは広島大いに盛り上がりましたね。いや、盛り上がりましたね。本当に大迫選手も河村選手も、まあ、出場しましたし、はい、まあ、本当ね、彼らの活躍っていうのはね、広島の子どもたちにとっても本当に良かったんじゃないかなと思います。うんうん、今年新たに日本サッカー協会の会長に就任した宮本恒康会長に今の思いを聞きました。先週広島で行われた日本代表戦、日本サッカー協会宮本会長のある思いに迫ります。現役時代、ガンバ大阪やオーストリアでプレーをした日本サッカー協会宮本恒康会長、日本代表戦の広島開催には会長のこんな思いがありました。平和やからこそこの試合ができる、サッカーができるというところで、対戦相手のシリアはやっぱり国内で内戦がある中では、彼らのホームでは試合はできなくて第三国でやらなきゃいけないですし、そういった意味でもやっぱりここでやれるということは日本からも強く発信していきたいなと思います。20年ぶりに日本代表が来るということで、広島は試合前から大盛り上がり。8日に行われた公開練習には宮本会長のある考えがありました。自分はちょっと集中したいので、お客さんがいない中で練習をしたいって言ったんですね。うん、そうするとジーコ監督がかつて、まあ、言ってたのが、代表っていうのは国民に喜びを与えなきゃいけない、そういった義務を持ってるんだっていうことを言っていて、まあ、ブラジル元代表の元10番が言う言葉にやっぱり重みがありましたし、やっぱりそういうもんだと思って、それ以降は特に意識してきましたし、やっぱりボール蹴る音一つとっても違うっていうことを感じてもらえたと思うんですよね。百聞は一見にしかずになるような、本当にインスパイアしたものがあるんじゃないかなと思います。その思いは引き継がれ、今でも日本代表は子供たちの憧れの存在に。パス回しとかも結構早くて、なんか動きも早かったから真似してみたい。でみんなすごかったけど、やっぱりなんかシュートとかを打つのが、久保君とかが打ったらすごく速くて、カーブが測っていたのがすごいと思いました。まあ、我々広島で、まあ、唯一はキックオフ広島という番組を、はい、放送させていただいているんですけれども、はい、まあ、メディアと、JFA がしっかりと、はい、タッグを組んでやっていくっていうことは、まあ、今後大きな、サッカー界の発展にもつながっていくのかなというふうに感じるんですが、うん、そのあたりいかがですか。はい、非常にありがたいと思ってます。ありがとうございます。はい、で、まあ、サッカーって、まあ、自分もそうでしたけど、やっぱり一つのゴールとかであれだけ喜んだり、天国と地獄になったりするような、本当に心がこう本当になんていうか一瞬にして震えてしまうスポーツで、そこにやっぱり魅力、魔力もあると思いますし、一方では教育的なやっぱり役割もあって、人をリスペクトするとか、ルールを守るとか、フェアプレーとか、チームで戦うとか、そういうなんというか社会的にも大事な価値というのを、そのサッカーをプレーすることで学べると思うので、ぜひたくさんの子どもの皆さんにはやってもらいたいなと思います。キックオフ広島の、ね、名前も出てきましたけど、はい、浩司さんは宮本会長の言葉どう聞きました？いや、言葉にやっぱ重みが、ね、やっぱありますし、まあ、本当に広島で、ね、日本代表の試合が開催されたというのは、本当に広島の、ね、サッカー少年にとっては本当に目標や夢に、ね、まあ、つながると思いますので、はい、まあ、また、ね、こういう機会を、ね、広島で作ってもらいたいなと思いますね。そうですね、はい、さあ続いては広島県サッカー協会の話題です。先ほど会見が行われました。会長を務めさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。県サッカー協会は2018年から6年間務めた古田敦義会長が退任し、宗政純一郎新会長が就任したことを発表しました。今月11日に
ワールドカップ2次予選が開催されたエディオンピースウィング広島について、今後も代表の試合を行えるよう働きかけていきたいと抱負を語りました。親善試合とかですね、あるいはカテゴリーを変えて U23 とか、いろんな代表戦をやっていきたいなというふうに思ってます。また10月には県サッカー協会の設立100周年を記念し、エキシビションマッチを開催することを明らかにしました。さあ、番組最後は浩二さんの一押しプレーを紹介するこのコーナーです。はい、浩二さん、お願いします。今日のブーチ押し流行ってくれ。今日のブチ押し選手は加藤睦希選手です。はい、もうこれ加藤スペシャルと言っても過言ではないですね。はい、本当にスーパーなファーストコントロール、その前のね、大迫選手のこのロングキックも、ちょっと大迫選手本人に聞いてみたいんですけどね、これ狙ったのかどうなのかっていうのは、ただやはりね、この速いロングパスをね、しっかりと前にね、後ろ向きから前にしっかりコントロールして、最後のね、パスも本当に丁寧に出したことによってのゴールでしたね。素晴らしい連携が光ったゴールでしたね。スペシャルです、はいはい、で今週はアウェーでリーグ2連戦となります、マリノス、レイソルと対戦しますけども、はい、ここ勝って勢いに乗りたいですね、小池さん。本当こう連戦が続いていきますし、大切なリーグ戦がね、続いていきますので、ここはね、次、マリノス戦は佐々木翔選手がね、出れないということで、みんなでね、カバーしてもらいたいなというふうに思います。どんな戦い期待しましょう。いや、もう本当に攻撃的なサッカーを試行して、マリノスをね、撃破してもらいたいなと思います。そうですね、はい、連勝願いましょう。それではキックオフ広島、また来週です。